ちょっと待って。5時ぐらい増えてるから、はい、じゃあこういうの33。あ、元気、元気、ごめんね、チャクチャー作ってくるね、はい、でも、その食ない日でも、食べてない日でも元気なんですかね。元気は元気です、めっちゃ元気です。送るったのに元気です、うん、帰ってくると、もう違うみたいな飛びついてくるんですか。ほんと、オッケー。この方にしたらちょっと歯茎の色少し赤くなってきた。少しそう、あ、ちょっと ね、もっと白かったもんね。もっと白かった。白に近い。普通のこともいえばちょっと普通のこれではまだちょっとすいませんけど薄いかもしれないけど、この方にしたらちょっと赤みができたかな。で、この出るうんちはいつもいいうんちなんですかね。そうですね、まあまあ、前みたいに真っ黒じゃないですか、まあ、ちょっと黒ですけど、まあ、で、黒で。でも形はちゃんと。そうです、ね、はい、その柔らかすぎず、硬すぎず。硬すぎず。先週ぐらいはちょっと硬かったですけどね。そうだね。今週は全然。相変わらずくるくる回ってないということで。くるくる。相変わらずいいでしょ。うんち前に儀式がなかなか。中にもちょっとガスあるか。ガスがちょっとあるね。あ、そっか、おしっこもこれぐらい溜まってる今。あ、ほんと、今日の温度だいたいいつも今日快適で連れてっていうお昼に多分、インチで50、おしっこで50グラムやんじゃん。そんなにある。うん、じゃこんなぐらいあったら50近くありますよ。はい、じゃあ今から治療しますね。はい、お願いします。で、33、この間と同じだけ食べさせますね。はい、検査結果もすいません、まだ来てませんので。はい、また今度お話します。一番気になるの、はい、はい、一番気になる。そうですね。はい、わかりました。お願いします。はい、はい、じゃあ点滴します。あ、いいよ、こっち向きでいいよ、こっちでいいよ。はい、はい、ごめんね。はい、じゃあこれです。全部入れると多いんだよね。130、はい、だからまあここら辺まで。はい、ごめんね、こっちから行こう。顔がちょうど見えるいい感じだ。はい、少々お待ちください。すみません。じゃあご飯と酸素マスク、それとブラッシング、ホーム、保湿剤、インスリン、準備して入ってもらいましょう。
朝ごはんは食べてないんだよね。はい、お姉ちゃんの、どうぞ。まあ、朝ごはんを、まあ20分ぐらいハンドフィーディングしてもらったらやってください。あの栄養補助出しますんで。はい、じゃあつまみごはんね、この子も止まらんから、ね、30秒から1分ね、つまみごはん。じゃあちょっと光線照射を取り出して、お腹の肝臓と膵臓ね。はい、じゃあブラシ、ウエットブラシ。はい、ちょっと溶かして、じゃあここでいいよ。光線照射を後ろから、この子前に。